つ森。作り笑顔で空を見上げたり正面を見たり、先ほどから静江さんの様子が少しおかしい。何やらそわそわしています。住民たち総出で案内所の中のタヌキチに声をかけていく。今すぐにでも休ませた方がいい。素人目で見ても明らかです。花火大会、一日中の立ち仕事、真面目な静江さんの性格上明らかに無理をしている。救いの手を差し伸べようと精一杯声をからしていく。明らかに中のタヌキチには聞こえていますが、一別するだけ、全く動こうとはしていません。部下を馬車馬のようにこき使うのは当たり前でした。やはり限界が近かった。過労で意識を失い、気づいたらベッドの上、身に覚えのない点滴まで打たれています。労働環境があまりにも劣悪すぎる。今回は警察の調査も入っていますが、当の本人は何も責任を感じていませんでした。あつ森、困り顔ピエンフェイス、さくらんぼの姿、声をかけていきました。悩みの種がしょうもなさすぎる。どうやらカナブンが見つからないようです。口癖のウベイもかなり気になりますが、ここはミッションを受けることになりました。運が良ければすでに捕まえていて、家に何匹か保管しているはず。自宅へ向かおうというところだったんですが、目の前のヤシの木、勝利の確定演出、虫網を取り出してゆっくりと近づいていく。エビマヨ緊急クエスト、カナブンの納品、想像以上にサクッと仕上がった。仕事ができすぎました。あつ森、心落ち着かせる穏やかなメロディー、朝6時の島の BGM です。針葉樹や低木をあえて生かして、自然を感じることができる無人島作り。島の景観を保つためにも朝のちょっとした作業が欠かせません。島自体はまだ寝静まっている時間帯ではありますが、その足は作業場へと向かっていく。島民代表の毎朝のルーティーン、辛かった早起きも今では全く苦ではありません。逆にもはやそれが生きがいにさえもなっている。いつもの物置にやってきましたが、なぜか戸が開いています。昨日は確実に閉めました。夜中に一体誰が漁ったのか、そして中の物も大丈夫なのか。穏やかな気持ちから一転、まさかの事件となりました。あつ森、秘密のはずだった公務員の副業ですが、今となっては周知の事実。島の住民たちからも反感を買っています。後ろから赤コーラをぶつけられ、時には車体をぶつけられ、露骨な嫌がらせはレース中にも絶えませんが、目には目を、歯には歯をの半村美法典。勝負の世界、こちらからも牙を剥くしかありません。大事なのは過程ではありません。結果が全て。最終的に高順位で賞金を貸し取るだけの簡単なお仕事。ただここで天からの裁き、周りを蹴散らしてきたその報いが全て返ってきた。神様激おこ案件でした。あつ森、俺取りに行かんで。もちろん俺ら抵抗するね。どう抵抗する？こぶしで。じゃあ取ってや。なんで？取れ。人に任せといて。うん、君たち何年生？21歳。もはやサボることに対して何の罪悪感もないようです。店の前で大熱唱しているミスズです。怒り心頭の店長、サボるならもちろん私は抵抗するで、どう抵抗していくのか、もちろん拳です。拳で抵抗する21歳かっこ経営者の姿、あまりにも原始的な社員教育。力を持ってして港区女子を押さえつけようというところ、目が合っていますが明らかに内心バカにしている。そして店には向かわず家へと帰っていきました。ただ店長が奇妙なコスプレをしただけでした。